皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はお客様から届いた質問にお答えをしたいと思います。筋肉の大きさが左右で違っている時にやった方がいいことについて教えてくださいという内容でございます。スポーツのパフォーマンスにおいてもですね、ボディービルのような見た目を競う競技においてもですね、あんまり左右差が大きすぎると競技のパフォーマンスでマイナスになってしまうということがよく言われているので、左右差があってちょっと気になっているっていう方も多いと思うので、この問題にねお答えをしていきたいなと思います。まずこの左右差があるという時に考えていただきたいのは、そもそもですね、その左右差を直した方がいいのかどうかっていうこと、まずこれを考えていただきたいなと思います。左右差があるから直さなきゃいけないんじゃなくて、左右差にも直さなくていいものと、できれば直した方がいいものと2種類あるんだっていうのを把握しておいていただければなと思います。まずですね、スポーツのパフォーマンスにおいての左右差なんですけども、実は人間ですね、普通に生活していれば絶対ですね、左右差って生まれるものなんですね。人間の体って左右対称にはできてないものなので、利き手の方がこう握力が強かったりとか、利き足の方が力を発揮しやすかったりとかいうことが出てきてしまうので、どうしてもですね、左右差っていうのは生まれてしまうものなんですね。それに加えて競技特性上、やっぱり左右差が生まれやすい競技っていうのもあるんですね。例えば野球なんかだと、スイッチヒッターでもない限りは毎回同じ打席に立つわけじゃないですか。右打ちなら右の打席に立ってバットを振り続ける。投げる方の手も、右利きなら右手でずっと投げ続ける、左利きなら左手でずっと投げ続ける。どうしても左右の筋肉で動作に違いが出やすくなってしまうスポーツっていうのがあるんですね。そういうスポーツをされている方の場合っていうのは、どうしても左右差が大きく出やすい傾向にあります。ただ直した方がパフォーマンス上がるのかどうかっていうところは、ちゃんと考えた方がいい部分もあるんじゃないかなと思っていて、ちょっと私うろ覚えなんですけども、インターネットのニュース記事でメジャーリーガーの菊池雄星投手がコーチと相談をして、あえて左右差を強制しないような方向性でトレーニングをするようになったらものすごい伸びたという記事を見たことがあります。競技の特性に応じてね、左右どちらかの方が強い方がパフォーマンスを発揮しやすいとか、左右差があった方が逆に自然な状態であるということも競技とか選手の体質によってあり得ると思うので、スポーツをされている方の場合は身近なコーチとか整体の先生とかね、そういう方に相談していただくのがいいのかなと思います。で、ボディービルみたいな見た目を競う競技の場合でも、左右差を頑張って矯正した方がいいのかどうかっていうと、必ずしもそうではないんじゃないかなと、まあ自分でもボディービルをやっていて思うんですけども、当然私も左右差あります。左の上腕よりも右腕の方が1センチぐらい太いですし、足も右足の方が左足よりも1センチぐらい太いんですけども、それがステージに立った時に分かるかっていうと、まあそうでもないんですよね。もしその左右差があってどっちかが細く見えてしまうっていう場合は、ポーズの取り方を工夫して左右均等に見えるような見せ方を工夫するっていうこともできるので、あんまりこう左右差を直そう直そうとして全体的なこう筋肉をつけていくとか、重量を伸ばしていくっていう、その基本的なところをこうおろそかにしない方がいい結果になることが多いんじゃないかなと私は思ってます。見た目を競う競技をやってる方でもですね、自分のこうステージに立った時の見た目が本当に良くなるのかどうかっていうところを、まあ一度ねしっかり考えていただいた方がいいんじゃないかなと思います。そういうことを検討していただいた上で、やっぱり左右差はもうちょっと直していった方がいいってなった場合に、じゃあどうやって左右差を改善していきましょうかっていう話なんですけれども、基本的には片手ずつ行うトレーニング、片足ずつ行うトレーニングっていうのをやっていくのがいいんじゃないかなと思います。例えばアームカールで言ったら、バーベルのアームカールじゃなくてダンベルを持ってこう片手ずつやっていただく、バーベルのベンチプレスじゃなくてダンベルのベンチプレスであるとかですね、バーベルを担いだスクワットじゃなくてダンベルでブルガリアンスクワット、片足のスクワットをやっていくとか、どうしても両方の筋肉を一度に使うトレーニングっていうのは左右差が現れにくいんですね。例えばバーベルベンチプレスで左の方が明らかに弱かったとしてもですね、やっぱり右手の力で
ある程度補助をして上げれちゃうもんなんですね。なので実は左が弱いんだけども、それが分かんないっていうことが起きたりするんですよ。でそれをダンベルでベンチプレスやると独立して負荷がかかってるので、右は余裕で上がるのに左は全然上がってこないっていうことが起きたりして、左右差が分かりやすいんですよね。なので片手にこう独立して負荷がかかるようなトレーニングをメニューに加えてやっていただくっていうのをおすすめしています。でアームカール片手ずつやるとか、ブルガリアンスクワットをやっていくっていう時には、弱い方の腕足から動作をするようにしてください。私の場合は左足の方が筋肉量も少なくて足も細いので、ブルガリアンスクワットをやる時は左足からやります。左足でまあ結構限界まで行って10回できましたと、右足はじゃあその左足に合わせて10回やります。まあ右足の方が強いんでもうちょっと余裕があってですね、12回13回ぐらいできそうな時も結構あるんですけども、左足に回数を合わせて右足はちょっとね余力を残した状態で止めるっていう形で、弱い方の筋肉を動かすようなトレーニングからやっていただいて、強い方の動作は弱い方に回数を合わせるようにしていただくと、左右差っていうのは改善されていきやすいかなと思います。当然ですね、強い方も弱い方も限界までやっていったら、強い方だけがどん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 回数が伸びていってしまって、余計に左右差が広がっていってしまうということもあるので、もどかしい思いをするかもしれないんですけども、左右差を改善していきたいという思いがあるんであれば、弱い方に合わせて強い方はちょっとねセーブしていただくようなトレーニング試していただくといいんじゃないかなと思います。まずは左右差を改善すべきなのかどうかっていうのを一度しっかり考えていただくということ、その左右差を改善していかなければならないとなった時には、片手片足ずつ負荷がかかるようなトレーニングをしていただけると改善しやすいんじゃないかなと思います。それではですね、他にも何か聞きたいことがあればご質問いただければなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。